こんにちは、高橋です。先日もグレレのファンの方にですね、お悩みを聞いていますとですね、本当に共通して持ってる悩みで、ウクレレの構え方がよくわからないと、何が正解かと、いろんな人がいろんな違うことを言ってるっておっしゃっていまして、じゃあ、役に立つ考え方っていうのがあるかなと思って今日また動画を作ってます。で、正解が欲しいと、正解がお好きな方もいるので、そういう向けに言うと、そうですね、正解、楽器の構え方の正解は、楽器と体が安定して、で、筋肉ですね、体が縮まない、痛みを生まないっていうことが一番大事ですね。何のこっとかと何のこっちゃいと思うかもしれないんですが、要はいろんな奏法があって、奏法ごとに構えとかフォームって微妙に変わっていくんですよねなので、ある奏法が得意な先生って、多分自分の奏法の構えをこれが普通ですと説明されると思うんですよ。そうするときに違う奏法で弾く曲をその構えでやると、これは弾きにくいわけですね。だからそういうギャップがやっぱり起きてくることになっちゃう、今はそういう時期なんだと思うんですね。なので今から一曲僕はデモで演奏します。でも一曲の中に奏法がいろいろ入ってますので、その時フォームが変わるというこれをですね、見て納得していただこうかなと思います。唱歌の海ですね、これを弾いてみます。ありがとうございます。今の説明をした後に今の演奏を見たら非常によく分かったんではないかと思いますが、さらっと説明しておくと、これ最初親指1本で右手弾いてますね。これはですね、親指で 1,2,3,4 弦が届きやすい構えになっているので、なので深くこう楽器の下からホールドして4つの弦に親指が届くフォームになってますよねその後人差し指を寝かせて、このソフトピッキングのピッキングソロスタイルで弾いております。これって人差し指を、弦と平行にして、ソフトな音、柔らかい音色を出しているので、そうするとこれ楽器も少し寝かせた方が弾きやすいわけです。これ立ててるとやっぱ弾きにくいですからね、ここの関係を作ってるんで。その後今度はハードピッキングでシャープなこの音色を出すために、今度は弦に対して人差し指がこれ立ってきているわけです。これやっぱこのままだと体がこう安定しないですね。こう右肩が上がったりする、ここが変わらないように楽器をこう傾けてあげる。でまた最後中指のこういう擦る奏法、やっぱり中指が、弦に対して平行な形になるね。さらに人差し指よりも、さっきよりも人差し指、親指だとやっぱちょっと上がりますけど、さらに寝る中指ですからね。という形、そう、今いくつかの奏法あった中で、鋭い方は気がついたと思うんですが、こっちの体の方のですね、この、軸というか、この変化がほとんどないという、そういうことを、構えの中で大事にしてるんですね。例えば右、左肩上がっちゃうとかですね、左の引き、こう脇が締まってしまうとか、
これどういうことかというと、例えばウクレレって、まあ僕が普段説明するのはこう人差し指と親指でこうつまんで、まっすぐ伸ばして、ここの腕の関節を曲げて、こう力は肩は上がらないようにですね、どの筋肉も縮まないように、で左の手をこう同じ関節でこう曲げて当たったところで、これで構えが大体できると。で人差し指と親指をピッキング両方使うんで、だから最初ここつまんでっていうスタートなわけですね。でそうですね、こっちに向くと楽器が正面に向く。じゃあカメラに対して体を正面向けると、かなり楽器がこう角度がついているんですよね。ここにまあ三角形ができてるみたいな感じで、もしかしたらこうイメージ、こう楽器が正面に見えるようにこうフォトジェニックにやるとこうなっちゃうんですけど、ここの辺すごいもうこれ以上下がらないんで、弾きにくいですね、実はそうなると。でとにかくですね、そのこの関節というか体の自由度がどちらにも動くような形、フラットな状態を保ってあげるっていうのが演奏が非常にしやすくなるので、なので縮まないようにかつ安定するようにっていうことなんですね。まあ、人間ってお猿さんから進化したのかどうかって怪しいとかいう説もあるんですけど、まあ二足歩行になって手が自由になったんで楽器なんかを弾けるわけですけども、まあ脳も発達してね。なので立った状態の上半身、これ今僕座ってますけど、ここから上だけ見ると立ってるか座ってるかわからないような感覚だと思うんですね。なので構えとかも最初立って作ってあげて、そのままの状態を維持して座るっていうような形で、トライしてみると非常に腕が自由に使えてくると思います。うん、まあ、ここの角度もね、実はこのローポジションだったのがハイポジションになれば角度上がってくるとかですね、それ細かいところがあるんですが、それルールというよりは縮めない、体をこわばらせない、筋力でギュッてしないっていうことなんです。そうするともう体が自由に動かないし、やっぱ痛みが出てくるとやっぱ長く弾けないんで、そう正解はですね、楽器と体が安定して体が縮まないフォームをその双方双方に合わせて作っていくと。でまあ大まかな目安はやっぱりあるので、それをまあ動画なり先生に教えてもらうなりしていけばいいんですけども、最終的にその4択問題みたいに正解があるわけ、外にあるわけではないので、それを参考にして、ご自身の中で縮まない心地いい安定する構えっていうのをやっぱり最後のところは微調整していく必要があるっていうことですね。うん、まあ縮まないとかっていうのは西洋の音楽学校とかでは、まあ、必ず必修でボディーワークという科目があって、まあ、フェルデンクライスとかですね、アレキサンダーテクニックとかっていうのがあるので、多分彼らにヨーロッパのとかアメリカヨーロッパ、オーストラリアもそうですかね、そういうちゃんと音楽勉強してる人に聞けばそういう回答になると思うんですけども、まあ日本ではそういうのはまだ、今のところそんなにポピュラーではないかもしれないんですが、まあ、僕16年間エンジニアをやってて、それで、まあ、フルタイムで働いていながらも、それでも10カ国以上のフェスの演奏したりとか、まあ、時間がない中でなんとかいい演奏したいなというのがありまして、相当いろいろ勉強してきましたので、もういくらでもこんな話というか解説ができて、まあ、実際曲の中でですね、そういう、体の使い方フォームのこととかは、もっと勉強したいなと思う方にはもういくらでもお伝えしたいな、まあ、溢れそうな感じですので、興味あるなという方はメルマガ登録していただいて、まあ、どんなやつかと味見していただけたら、またご縁ができて幸いかなと思います。ではまたお会いしましょう。ありがとうございます。